目でございます。2チーム目はこちらの皆さんです。秋田大学よさこいサークルよさとせ歌舞伎の皆さんです。今年の作品はこれ、テーマは大蛇伝説です。仲間と一緒に語れる喜びと今後の歌舞伎への思いを物語になぞらえました。歌舞伎一同精一杯演舞します。それでは決勝ステージ2チーム目です。秋田大学よさこいサークルよさとせ歌舞伎の皆さんです。どうぞ。それでは参ります。歌舞伎礼。
ありがとうございました。ありがとうございました。秋田大学よさこいサークル、よさとせ歌舞伎の皆さんでございました。